日野麗華は日本の元モデル、タレントで元レースクイーンである。愛知県名古屋市出身。R 級モデルとしてはプリッツコーポレーションに所属。タレントとしてはマクビーと提携していた。愛称はレイチェル。YouTube 上ではチエルを名乗っており、SNS でも表記追記されている。本名は山本麗華愛知県名古屋市に生まれ。 兄弟姉妹のいない一人っ子として育つ。小学生の頃からモデルの仕事をしていたが、本格的な活動を始めたのは2008年頃から。中村光一との出会いを機に F プロに所属し、2009年のスーパー GT では、都名、スポーツ F プロレスクイーンを、霊下名義で務めていた。2009年12月に芸名を、 日の霊下に改名。2010年に上京し、プリッツコーポレーションの事務所に所属した。この頃には、キャンキャンの読者モデルを務めたことがあり、同市の2010年8月号では、職業がアパレル勤務となっていた。2011年、マス、アヤ、泉と共に富士スピードウェイのイメージがある、クレインズのメンバーとして活動。クレインズメンバーに、 愛知県出身者が起用されたのは、彼女が初めてであった。2012年は、トータルベネフィットに所属していたマヤと共に、スーパー GT、エネオスガールズとして活動する一方、アップガレージのドリフトエンジェルスに加入しユニット活動を行った。この年のドリエムは、日野と立花咲、柴原舞の3人が最初に発表された後、 森サラが追加メンバーとして選ばれ、4人体制となった。ドリエンとしては、同年6月のバンコクインターナショナルオートサロンにも出演している。2013年、引き続きドリエンのメンバーとして活動する一方、IA ガールスターズの一員として、スーパー GT、レクサスチームサードのレースクイーンを務めた。IA の相方は、当初、伊藤舞香が務めていたが、一心上の都合により、 前田優に交代している。2014年、3年連続で、ドリエンに参加し、前年同様キャプテンを務めたほか、IA ガールスターズにも2年連続で参加。この年は3月に、福岡アジアコレクションに出演したほか、夏には、新劇場版、頭文字 D レジェンド一覚醒マイナスの、イメージガールユニット D ガールズとして、荒井つや春菜めぐみと共に、 週刊ヤングマガジンのグラビアを飾ったほか、新宿ピカデリーでの関連イベントにも参加した。日野の3年連続ドリエン在籍は当時最長記録だったが、その後2018年に安田七が日野に並ぶ3年連続でドリエンメンバーを務めていた。2015年1月、東京オートサロン2015において行われた、 日本レースクイーン大賞2014の表彰で5代目グランプリに選ばれる。ドリエンメンバーが R 級大賞のグランプリに選ばれたのは2011年の立花咲来3年ぶりとなった。同年2月で28歳になった日野は同い年で2012年の R 級大賞グランプリであるスケ、咲きアリア、あるタギャルズから移動した林桜、前年に R 級デビューした。 清瀬町と共に D ステーションフレッシュエンジェルズとして R 級ユニット活動を行う。この年からクレーンは南香織がプロデュースに携わるようになり、日本レースクイーン大賞では南がデザインしたコスチュームが同年度のコスチュームグランプリを受賞した。2015年8月21日、東京オートサロンのイメージがある A クラスの2016年度メンバーに選ばれたことが、 発表された。選出のきっかけは、日本レースクイーン大賞で、エーベックス賞も受賞したことであり、2015年4月12日に、筑波サーキットで行われた、ハイパーミーティング2015イン筑波にゲスト出演した、際、その旨を、いち早く公表していた。プリッツコーポレーション所属者が、A、クラスメンバーに選ばれたのは、2007年の外先、クルミ以来9年無事となる。 2016年は引き続き D、ステーションフレッシュエンジェルズの一員として、スーパー GT500 クラス、チームレモンズは光、S、スーパーフォーミュラ、シノコチームレモンズのレースクイーンを務めるほか、同年度のスーパー耐久公式イメージがあるとしても、活動。スーパー耐久では、2001年度から14年間に、わたり、イメージがあるユニットを手掛けていた。 スタイルコーポレーションの撤退に伴い、この年からフレーンが公式イメージガールを引き継ぐことになった。また、シーズン開幕後の4月中旬に熊本地震が発生し、オートポリスでのスーパー GT とスーパーフォーミュラが開催中止となったが、エスタイではそれに伴う開催日程の変更は行われなかった。2016年11月7日の地震のブログにおいて、 レースクイーン業から完全卒業することを発表。ブログによれば、R 級大賞を受賞する前から引退を考えていたが、30歳になるわずか3ヶ月前で決断したという。2017年はフレッシュエンジェルズのリーダーを森園連に譲り、日野はフレッシュエンジェルズの親善大使ならぬ親善天使として、引き続き D ステーション関連の仕事に携わった。 このオファーを受けた際に日野は、レースクイーンとは違う形で、今までお世話になった方々の力になりたいと意気込んでいったという。2017年1月13日から1月15日の東京オートサロン2017では、フレッシュエンジェルズで共働きした、清瀬町、森園連、堀尾美咲らと共に、A ベックスキャンペーンガールとして参加するほか、清瀬と共に A クラスの一員として、 ライブパフォーマンスも行っており、2年連続で A クラスメンバーを務めたことになった。同年1月28日から29日の沖縄カスタムカーショーにも A クラスが出演している。なお、A ベックスが東京オートサロンの協賛から撤退したことに伴い、A クラスは2017年度をもって一旦廃止されたが、2021年に復活している。多速来を永遠に、 第3部の会場に使用されたイオンシネマ幕張新都心2018年1月12日から1月14日の東京オートサロン2018アップガレージブースにおいて千葉ゆうなぎと共にスーパードリエンとして出演その中で千葉と共に表舞台から退くことを発表した同年5月12日千葉ゆなぎ日の霊下卒業撮影会たよ永遠 開催。天野ゆかりが企画したこの撮影会では、クライマックスの会場に4シネマ幕張新都心を使用し華々しい卒業式を実施。これにより、モデルタレント活動に一応の終止符を打った。なお先日の新前天使もこの年のフレーン以降は設置されておらず、結果的に単発扱いの企画となっている。その後2019年、 ドリエン10周年記念事業として、歴代ドリエンメンバーがスーパードリエンサポーターズとしてコントローラーを務めることになり、日野は同年5月25日の26日のスーパー GT 第3戦でコントローラーを務めた。そのドリエンも同年いっぱいで活動を休止することになり、11月30日開催のドリエン10周年記念祭ではドリエンの後輩である 村上マリナ、横田理香と共にパフォーマンスを行った。2020年5月16日、自身の YouTube チャンネル、チラキュシャラボーを開設。その中で、現在は会社で受付の仕事をしていると明かした。同チャンネルでは主に美容、コスメ系を取り上げており、2021年4月1日からは、ビスツターアカデミーの所属クリエイターとなっている。 日本レースクイーン大賞においては、昭和生まれのグランプリ受賞者は、彼女が最後となった。東京オートサロン出演歴ブログツイート動画。ありがとうございます。